テレビから消えて欲しいバラドルランキング、フワちゃんの親友を抑えて1位になったのは、SNS の不適切投稿が炎上し、芸能活動を休止に追い込まれたフワちゃん、年齢非公表。レギュラー番組からは名前が消え、収録済みの番組は出演部分をカットして放送されるなど、ついにテレビから姿を消した。では、フワちゃんに続いて、 もう見たくない、テレビから消えてほしいバラドル、とは。30代から60代の男女計500人にアンケート調査を実施。その結果は、表、ランキングを一気にする10位はみちょぱ、25。うかつな発言など、自意識過剰がにじみ出ていて品がない、山形県、55歳、女性、宮北、千葉県、68歳、男性、 10票を集めランクイン。ギャル枠というのがバラドルにはあって、古くは鈴木奈々、ゆきぽよなどもそう。でも結局のところ彼女たちは何のゲーム持ってない、というのは芸能評論家の宝泉薫さん。ギャル枠で世に出るバラドルは多いが、誰もが似通っていて、替えが効くのも事実だと話す。彼女たちはすごく旬が短いので、 一年でもおいいやとなってしまう。四季が一巡りしたら次が出てくるんだろうな、という感じがありますよね、ホウセンさん。やる気を感じない、カリスマモデル。9位は藤田ニコル、26。仕事にやる気を感じない、東京都、42歳、女性。腹黒い二面性が見え隠れしている、茨城県、41歳、男性。と、13秒獲得。 番組で梅沢富美男を転がしていた頃が全盛期。もう十分、芸能界を楽しんで、次のステージに行ったという印象がある。芸能界はあるしこしけで、やる気を感じないというコメントは非常に的確と宝ウさん。昨年、俳優の稲葉友と結婚。自身が理想としていた、25歳で結婚、の夢を叶えている。 そんなに器用に生きるならもう出てこなくていいのに、という意識がこの結果に現れていると思います。それでも出てくるのはちょっと欲張りすぎだと思われる。僕はここで綺麗に去った方がいいと思う。まあまだ需要があるから出ちゃうんでしょうけど、宝仙さん。8位は村重杏奈、26。大して可愛くないのに字が持参しすぎ、神奈川県。 57歳、女性、ただただうるさいだけ。面白いと思ったことがない、栃木県、67歳、男性、と、14票を獲得。彼女はいわば、ジェネリック指原、美の、アイドルグループ出身で、毒を吐けるということで、なんとかここまで来ているけれど、やっぱり中身は何もない。ジェネリックですらないのかも、ホウセンさん、以下どう HKT48 出身の本人は芸人志望といい、令和のバラエティ女王を自称しているが、人に芸を見せてなんぼ、というのが芸人の仕事。その辺を彼女は学べていない。毒を全面に出せば面白がってもらえると勘違いしてる。でもそんな女性は世の中にはたくさんいる。それこそ夜のお店に行けば、 こんな感じの人はいっぱい言いそうじゃないですか。若い人と結婚、離婚して嫌な印象。7位は磯野キリコ、60。出しゃばりな感じが鼻につく、東京都、54歳。男性、若い人と結婚、離婚して嫌な印象が残る、福井県、63歳、女性、と19票。椅子取りゲームはもう満杯だから、 そろそろ若い人に譲ったらという感覚が皆さんあるのではホウセンさん、以下どうお笑い女性アイドルグループ、チャイルズでデビューしたのは40年近く前のこと。キリちゃん、もう今や還暦で、バラドルとしては最高齢層だ。1980年代半ばに井森美キ森口博子、山瀬真美が出てきたのがバラドルの始まり。 彼女たちがなぜバラドルになったかというと、松田聖子あたりからアイドルが増えすぎたから。売れないアイドルがいかに生き残るか模索して行き着いたのがバラドルだった。それ以降売れなくなったアイドルがバラドルに転向してなんとか生き残った。ただイモリはバラドルのレジェンドになったけど、磯野は残念ながらそこまでなれなかった。賞味期限はとっくに終わっている。 4位は22票で3人が並ぶ結果に。千秋、52、には、声が嫌い、愛知県、44歳、男性、自分勝手な独走が続いてどうしようもない、大阪府、43歳、女性、人柄が嫌、埼玉県、55歳、女性、などの意見が集まった。バラドルとしての賞味期限はとっくに終わっているのに、 見たくないバラドルとしての賞味期限は終わってない。その最たる例、ホウセンさん、イカドウ、最近は露出もぐっと減り、絶望も弱まったと指摘する。ノンストップ、で週に1回見るくらいだけど、随分おとなしくなったなと思います。本人はもっと頑張りたいのだろうけど、今後に伸びしろを感じられない。紅白にも出てちゃんと売れた時期があったし、 視聴者にしてみればもう十分という感じなのでは。2人目はゆきぽよ27反射系の恋人が複数いたことを売りのエピソードとして語っておいて実際に元恋人が捕まると無関係のふりをしていたのは無理がある大阪府58歳女性清潔感が足りない北海道57歳男性とのコメントが。 やっぱり犯罪絡みは厳しい。特に薬物、窃盗、暴力は視聴者が受け付けないとホーセンさん。知ト男性がユキポヨの自宅でコカインを使用し逮捕。ユキポヨも薬物検査を受けた。テレビ的には毒舌でも、無毒であることが大前提。実際に毒があるとシャレにならない。責める系だった人に弱みができるともう一気に失速しますよね。 ふわちゃんもそう。要するに本物感が出ちゃうとまずいということ、宝セさん。どうして起用されるのかわからない。3人目の4位は若月千夏、40。態度がでかくて口調がきつい、大阪府、51歳、男性、品がなく、面白いわけでもなく、教養もなく、どうして起用されるのかわからない、山口県、64歳、男性、 との声が集まったグラドルも一時飽和状態でそこからバラドルになった人がたくさんいたでも結局グラドルって歌を歌うでも芝居をするわけでもない何もない人たち若月さんは若い女性の感性を代表するようなスタンスでいたけれど彼女も年を取ってしまったホウセンさんイカドウ はにきぬきせぬ物言いを長く売りにしてきたが、近頃は微妙な空気に。品がない人ってやっぱり年を重ねるごとに辛くなってくる。最近また炎上騒動がありましたが、20代前半の頃なら出現も許される可能性があっても、この年では常識を知らないおばさんになるだけ。わざとらしい、大げさ、つまらない。3位は鈴木奈々、36。 うるさい島根県67歳男性下品な感じが好きではない東京都58歳女性リアクションがわざとらしい大げさ話がつまらない千葉県42歳男性と28票獲得彼女は印象度の強さゆえのランク入りたくさんテレビに出ていた頃にうざいと思った嫌な感覚がまだ持続しているのだと思う ホセンさん、以下同。陽気なおバカキャラでバラエティを席巻するも、最近はめっきり露出が減った。嫌だなって感じた時の印象って結構長引くもの。なので他に同じようなキャラが新たに出てこない限り、こうしたランキングに今後もずっと居残っていくはず。ネタにしていた彼氏と離婚しちゃったり、そのあたりも微妙。 ちょっと痛い人のポジションになってきている印象があります。ふわちゃんと仲が良いから。2位は差し払りの31。面白くないし、普通の人。神奈川県52歳。女性。ふわちゃんと仲が良いから。富山県43歳。男性。自分がバラエティの中心にいるような話し方をするので気分が良くない。長野県32歳。男性。 と、49票を獲得。旬が終わったんでしょうね出てきた当初は意外と頭が良くトークもでき自虐もできるむしろ好感度のあるタレントでしたでも最近は彼女自身のポジションが上がり番組でも強めのコメントを求められるようになってきた大御所タレントに突っ込める人というスタンスになっているけどそれは安全な芸風ではないし 嫌だと思う人も中に入るはず、ホウセンさん、いかどうバラエティ番組で頭角を現し、MC を務める番組も増えた。そこで流れがまた変わってきたという。決定打は今回のフワちゃんの一件。ここ数年、指原って実はそんなにいい子じゃないんじゃないのという空気があった。そこで親友がああーなると。 世の中的に指原もあっちの人かと思われてしまう。どこかうさんくさい人と見られるようになってしまった。見た目も性格も作り物めいて気味が悪い。1位は、あの、年齢非公表。目上に対する態度が悪い。愛知県、51歳。男性。見た目も性格も作り物めいて気味が悪い。神奈川県、55歳。男性。 キャラクターが好きじゃない大阪府64歳男性と67票露出の量も反映されていると思う見ていて鼻につくというのはある意味旬の証拠でもあるとホウセンさん昨年末「紅白歌合戦」に初出場し幅広い層に認知を広げたブレーク中の印象があるが嫌われる理由は何なのだろう やはりキャラクターで、ああいう芸風は一定数嫌いな人が生じてくる。特に今の男性は、メンヘラ的でこじらせている女性ってめんどくさいと思いがち。いずれにせよ、ちょっと出すぎてる、持ち上げられすぎてるなっていう感覚が男女共にあるのでは、ホーセンさん。トップ10にずらり並んだバラドルたち。彼女たちの個性は様々で、その個性がもてはやされもすれば、 嫌われる要素にもなり得てしまうテレビにとってバラドルはカンフル剤今の時代バラドルは大変で嫌われるポジションになっている大体いい最初からバラドルを目指す人はいなくてアイドルなど別のジャンルで行き詰まってバラドルに活路を見いだす人が多いそういう歴史を考えると本来バラドルは不要なんですよね いなくてもいいものがテレビに出る違和感がある。それでも昔はみんな面白いと思って見てた。でも今は面白がる若者がいなくなってきてるとホーセンさん。テレビ離れが進む昨今、バラドルの存在はより不安定なものになりつつあると続けて語る。今の時代、テレビにとってバラドルはある種のカンフル剤になっている。なんとか持たせよう。 にぎやかさだけを保とうとカンフル剤を打ちまくってる。バラドルというのは皮肉な存在で、テレビの持つ浮ついたものを象徴している。そんな時代に、バラドルはどこへ行くのでしょうか。フワちゃんの次に姿を消すバラドルは誰か。取材、文・小野寺悦子。